テレワークで開発が困難なこともあり、今回紹介するバージョンと製品版とでは、もしかしたら大きく異なる場合があるかもしれません。あらかじめご了承ください。では、早速参りましょう。例によって、私が操作をしながら説明をさせていただきます。カメラは製品版と異なりますので、ご了承ください。これがマインクラフトの主人公スティーブです。一応手は加えているんですけどね、パッと見原作まんまの表現です。肘膝関節を曲げるようなこともありません。四角。歩き方も原作準拠です。上下にスティックを傾けると、原作同様首を上下に向けることができます。アピールでステーキ食べたりして、牛一頭から2、3枚しか取れないという希少部位ですけどね。他のアピールはオンライン中にやりそうなことを入れています。どうも今日はマインクラフトをやってみたいと思うんですけれどもみたいな。身体的特徴、ジャンプがとっても低いです。戦場などの床の高さはどんなキャラクターでも1ジャンプで乗り越えられるぐらいを想定して設計されていますが、はい、これバンジョー&カズーイです。これは、貴重なモックアップ品ですが、また自宅に送られてきてしまいました。バンジョー&カズイの立体物が今公式にこうやってですね、作られることなんて本当すごいことだと思います。よいしょ。そして実はまだまだあるんですね。